足の速さは才能じゃない。走りの学校、和田健一です。カルトです。エミです。エミ先生、はい、ちょっと今日はどんな動画かっていうのが今の画面見ただけでちょっと分かんないんですけど、はい、そうですね、分かりにくいですね。分かりにくいですよ、はい、先生、今日はどんな動画になりますでしょうか。はい、今日はですね、垂直跳びの測定をさせていただいていきたいと思います、はいはい、垂直跳びってあの高く上にジャンプする、ね、そうですね、真上に飛ぶ形になります。なるほど、はい、走りの学校の指導メソッドの中にもこの垂直跳びの数値っていうところをすごい大事にしてるんですが、はい、先生、これはなんで大事にしてるんでしょうか。そうですね、垂直跳び、まあ、ジャンプなので股関節をうまく使えてるかっていうポイントになってきます。それは、いわゆるスタートダッシュのところでも股関節がしっかり使えてるかの指標にもなりますので、そのために今日は測定をしていきたいと思います。なるほど、はい、低い位置からもちろんスタートするわけですよね。この股関節と膝の角度からしっかり地面に力を加えてぐんぐんと地面を押していく、地面に力を加えていくっていう局面があるんですね。だいたいスタートって 0.2 秒から 0.1 秒地面についている時間があるんですが、この短い時間でどれだけ強い力を地面に加えられるかっていうのが大事なんですよね。つまり高く飛べているということはそれだけ強く地面に力が加えられていると、その高さが地面に加わっている力の指標になるということなんです。カルト君、垂直跳びやったことありますか。ありません。お、じゃあ人生初体験ということで、なかなかねこういうのが見たことないからね、うん、これやってくるんですが、橋の学校ではこのヤードスティックって言われるものだったり、もしこれがない場合は例えばあのチョークをとか印を手につけてポンと置いたところから何センチ飛べるかなっていう測定方法でも大丈夫です。じゃあカナト君、目標何センチぐらいですかね。50センチくらい。小学5年生で50センチいったらとてつもない高さなんですが、さすがカナトさん、オリンピックを目指すカナトさんをですね、そこを目指していくというところで頑張りましょう。バモス。さあ、まずやり方としてはもうこのまま気をつけしたままピッと、これはもう肩上がっちゃいけないんですか。このまま首がこっから大体これぐらいですね。ここが到達地点、うん、ここはね、で、ここっからこれが何センチって書いてあるんですか。今8ですね。8って書いてある。それ8センチのところからどれぐらいのところ飛べるかなんですが、この辺飛ぶとき当たっちゃうんで、おそらく30センチぐらいは飛ぶと思うので、この辺を消します。消します。トン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 、よし、じゃあカナト君、これで行ってみようか。8センチってことは、58センチで？ただ50センチです。おお、行ってみましょうか。いいよ。あ、すごい、行ってんじゃん。行ってる。行ってんじゃん。すごい、とって。すごい。本番、すごい。え？55センチですね。すごい。え？63引く8は？55? 55です。55センチです。目標達成。すごい。あれ、青田くん、青田くん何センチ。さっき50。 50? ちょっと、え、先生、これ小学5年生の数値ではないですね。なるほど、はい、ちょっとその正確数字はですけど、大学生とかと同じようなレベルを飛んでると。どういうことですか。すごいね。ちょっともう一回チャレンジしてみて。15。おー、まあ、そうだよね。55センチですね。さあ、カナト君、ここからがスタートです。今度はカナト君が腕振りが得意なのか、それとも腕振りが苦手なのかということが分かると、走る時にもっと腕振りを強くしてみようとか、いや、腕振りはうまくできてるから足の動きを強くしてみようっていうことが分かりやすくなるね。じゃ、いくつかの垂直跳びをやってみましょう。はい、はい、はい、今回は今9ですので、はい、これでと。まずは1つ目は反動なしでいきます。しゃがんだ状態から床と平行、太ももが床と平行になるまでしゃがんで、サイド、そこから、ほぼ、OK。よし、ではやってみましょう。しっかりしゃがんでください。ジャンプ。おお。58センチになってます。ということは49センチですね。はい。とりあえず反動なしで飛んでもらった場合は49センチジャンプできました。今度は反動ですけど、手を使わずに飛んでみてほしいので、腰に手を当てたまま素早くしゃがんで飛んでください。はい、そうですね。はい、では行きましょう。おお、59ですね。なので50センチ、さっきより飛んでんのか。はい、
50センチですね。すごい。手なしで50センチです。さあ今度手を思いっきり作っていいので。反動回りです。おお、54センチです。54。はい。54センチです。反動ありで。55でも驚くことに慣れてしまった。すごいですよね。すごい。54センチ、小学生で54センチ出せるのすごいので。じゃあ、かなと君、今度は、今、両足で全部やってもらいましたが、今度は片足で飛んでもらいますので、手を使っていくので、左足で立って、素早くしゃがんで、飛んでみてください。左足の時は右手、右足の時は左通過でいいですか？そうですね。ただ、まあ、手はこっちでいいと思います。はい。統一した方がいいと思いますので。はい。では、それで行ってみてください。46なので37センチです。片足、今はどっちで足飛んだ？右足。じゃあ次左足で、はい、では今度左足。48なので、今度は38センチです。おお、じゃあほぼ一緒なので、同じほどパフォーマンスは出せてるっていう状況になります。54センチ飛んでくださっているので、比較すると、まずは反動ありで手の腕振りがなし、腕振りの反動ありで4センチの差があると思います。もう少し腕振りがうまく使えると、割合的にはもっと高く飛べる可能性はあると思います。なるほど、その股関節の動きと手の動きはまだ連動ができていない。そうですね。ただ、例えば今ので言うと、腕振りで反動ありで54センチ。で腕振りなしで反動だと50センチなので約9割、 90% 近く腕なしで、飛べているので、もう少し腕振りを高くすることで、連動性がうまくなればなるほどもっと体がうまく使えると思います。ということは、カナダ君は股関節の伸展の力っていうのは高いんで、はいはい、あとはどう連動につなげていくかっていうのが大事だと思います。なるほど、はい、筋力のやつ何センチでしたっけ？一番下の体重です。49です。これほぼ50センチなので、股関節の筋力であったり、あの反動っていう股関節の使い方は非常に高いんだと思います。ここのほぼ差がないっていうこと、逆に言うとこの腕振りであったりとか、がもっと飛べる。でこの3つの基準でいくと、一番下の筋力だけで飛べるっていうのと反動がほぼ一緒っていうことは、もっと反動がうまく使えます。腕振りがあるかないかでもそんなに差がないっていうことは、腕振りがもっと連動ができればもっと飛びます、うん、っていうことは、単純な足の力っていうのはあるんですけども、より反動をうまく使うであったりとか、上半身と下半身の連動を整えていくっていうのが、よりパフォーマンスアップにつながっていくと思います。ちなみにかなと君はスタートダッシュ得意？あんまり得意じゃん。あんまり得意じゃない。例えば今の計測をもとに、じゃあかなと君を分析するとした場合、どのようなスタートダッシュのアドバイスができますか？筋力はしっかりある、反動を使わないジャンプで高く飛べてて、いわゆる反動とその腕振りのところで差がないっていうことは、もっと腕振りっていうところをポイントに、指導していただくのが、スタートダッシュ生きていく可能性はあると思います。かなと君の場合、垂直跳びの数値が成人男性ぐらいの平均値と一緒なんですね。はい、っていうことは、もう確実に筋力とかパワーあるっていう評価になってきますので、いかに連動がつなげるかどうかになってきます。逆に反動とか高く飛べるのに筋力が飛べない、例えば割合的に言うと 70% ぐらいとか 60% ぐらいでしか飛べないっていう方では、しっかりと足のトレーニング、腕だけで飛べてる可能性があるので、足だけのジャンプの練習をしてもらうのがいいと思います。ちなみに今2人のスーパーマンが飛んだもんで、なんか大丈夫ですか？ちょっとアート君、もうイヤホンを取ったよね。じゃあちょっとアートさん飛んでもらいますね。一般男性の力を見せてあげよう。じゃあ測定入ります。アートさんの測定入ります。目標は何センチでしょうか？55。55。そりゃそうでしょう。負けてらばっかいられないですよ。一応じゃあ49、40センチのところまで開けたり、いくんじゃない？今で開きますので、ここの赤ギリギリまで行くと、はい、50センチですので。おお、ライバルが、ライバルが。でも行きそうだけどな。これですよね。はい、行くでしょ。プレッシャーかけすぎですよ。行くと思う、行くと思う。お、行きましたね、今回は。わ。56センチです。56、そうですね、56センチございます。56、お前はまだ負けないぞって。まだ
56cm。 複雑な顔をしてる、はい、複雑な顔。 56cm でございます、はい、56cm、はい、かなり僅差。じゃあ垂直跳びをどうやったら伸ばせるのかっていうのが、質問があると思うんですが、ぜひですね、この垂直跳びの測定自体がトレーニングになるので、ぜひ、やってみてください。僕自身もですね、ちっちゃい頃木すごい使います。木の葉っぱとかでありません？近くの公園のこの木の葉っぱのここ、これ届いたら分かる？分かるでしょ。この木のここ届くかなって俺めちゃくちゃやってたんですよ。この回数は僕誰よりもやってる自信があるんですね。それがまさにビーチラックスで垂直跳びすごい大事なんで、そこに生きてきてる。で、僕はちっちゃい頃にそういう風にやりまくってたんですけど、カナト君自身もこのスタートが課題というところで、この半年間ですね、パーソナルトレーニングの課題として、実は今の足を曲げたままジャンプをするものだったり、手を使わないでジャンプ、手を使ったジャンプっていうのを練習メニューにいっぱいやってくれてたんですね。なので測定は初めてなんですけど、何回も姫の練習でジャンプをしてくれてるというところなので、これは本当回数を重なれば重なるだけ飛べるようになります。なので怪我をしない程度にですね、ぜひトライしてみてください。じゃあこれ頻度はもう自分の感覚をつかむまで、これ年齢によるんですけど、子供はですね、本当遊びの中でここジャンプ届くかなとか、そういう感じで本当遊びながらやってみてください。で、大人の方は回数飛びする気と疲れちゃったり膝とか、負担が来るので、練習前に例えば3回飛ぶとか、そういった飛び方でも継続すると向上するので、ぜひ行ってみてください。じゃあこれはスクワットをしなきゃいけないとかそういうことではなくて、もう日々からこう飛ぶ練習をした方がいい、まずはそうですね、まずはその先で、その先に僕自身が今94.2cm 行くんですが、 80cm ぐらいまでは本当にひたすらに飛ぶ練習してたので、 80cm から 90cm ラインに上げるときはスクワットが相当効果的でした。僕は30代になって、90cm 行けるようになったので、これは練習すればするほど必ず伸びていきます。走りの学校ではですね、よりその他の測定もしていって、よりたくさんの、より信憑性のあるデータを、たくさん集めていきたいと思います。また見てね。バモース。